ショーブルーワールドチャンピオン特別編より大きい日刊スポーツでは今季毎週火曜日にショーブルーと題した企画を掲載してきたドジャーブルーの大きいユニフォームで挑戦を続ける大谷翔平投手30の世界観にさまざまな角度からアプローチしてきたショーブルーワールドチャンピオン特別編として夢の一つ世界一 を実現させた大谷選手のメジャー挑戦7年間を改めて読み解いていく。イーグ MVP 初選出の活躍を見せた21年の大谷選手の言葉を集めた第6回は、エンゼルス4年目勝利への渇望。21年大谷五六、しっかりといい球を、しっかりとしたスイングでいい打球を広角に打てるというのが、いいバッターかなと思います。イコール2月23日、打撃改良の話題から。 打席は全部、いい打席というか、ほぼ完璧な内容ではあったので、言うことはないかなと思う、イコール4月4日、初のリアル二刀流で第1打席に先制の2号。珍しく自画自賛、単純に見てみたいな、と、野球選手としてそういう気持ちの方が強かった、イコール6月18日、球宴のホームランダービーに日本人として初出場を表明。やってみないことには、 何事も経験してみないとわからないので、と思います。イコール6月18日ホームランダービー参加による後半戦への悪影響を問われ、ありがたいですね。ルール自体を変えてもらって、そういう柔軟性だったり、なかなか伝統あるこういう場所では難しいと思うんですけど、すごく感謝しています。イコール7月13日、史上初の投打二刀流で救援出場。DH を解除せず、 投手として交代後も打席に入る、特例、が認められた。個人的には、本塁打王を意識しながらやりたい、イコール9月10日、DH 解除のリアル二刀流では日米通じて初黒星も、本塁打を争いで単独トップをキープ。もっと楽しいというか、ヒリヒリするような9月を過ごしたかった、イコール9月26日。 後半戦に主力を故障で書いて優勝争いから脱落来季以降への巻き返しについて率直に答えるファンの人も好きですし球団自体の雰囲気も好きではあるのでただそれ以上に勝ちたいっていう気持ちの方が強いですしプレイヤーとしてはその方が正しいと思ってますイコール9月26日2年後に FA になることに関して現状の本音 ファンの人が喜んでいる姿を見たいというのが一番あとは自分がこうなりたいなと思った目標に対してやっぱり諦めきれない気持ちがそうさせてくれるのかなと思うイコール11月15日結果が出ない中で自身を奮い立たせる原動力いつまでも覚えてもらえる選手っていうのはなかなかなれることではないのでそこは選手として一つ目指すべきものだとは思います イコール11月15日元祖二刀流ベブルースと比較されることについて夢を与えようとか元気を与えようみたいなものは全く考えていないそう受け取ってもらえたら嬉しいなと思って毎日頑張ってますイコール11月15日勇気をもらったという子どもたちへのメッセージ考え方を変えるということはないただ勝ちたいなという気持ちは毎年 毎年高くなってきているイコール11月15日気持ちの面で考え方を変えたことはあるかとの質問に。